ども、クマと申します。本日はラグナロクのアルファボス殲滅戦に行ってみようかなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。使っていく恐竜ですが、まあ、前回トリケラとかね、ケントロとか、まあ、その辺も使ってみてたんですが、さすがにアルファはきついかなというところで若干のメンバーチェンジをしております。まずはワニですね。サルコスク。ん?サルコスクス。まあ、HP3 万、攻撃力が1000近い。で、それが2体ですね。あ、こっち3万ないんだね。うん。この2体を連れていきますよと。あとはダイオドン。優秀なヒーラーですね。を2体。HP じゃないや。食料値が10万超えてる個体2体ですね。まあ、10万超えていれば、お肉を食べなくても、約2、3分、もうちょっと戦えるか、5分ぐらい戦えるのかな。と思うので、それが2体いれば、なんとか回復も間に合うんじゃないかなと思っております。そして、ティラノ部隊、3体ですね。バファリンと、ピースと、まあ、マルボロメンソールと。まあ、どれも HP が3万を超えている個体で、攻撃力も1000近い個体となってますね。これに関しては1300と、めちゃくちゃ強い個体となってます。あとはユーティラヌス。これもバフですね。HP が4万あって、攻撃力が1000超えてる感じですね。それが2体という感じです。あとは、スピノですね。これもティラノとほぼほぼニアリコールなものとなっておりますが、HP4 万個体ですね。で、こちらは3万個体と。まあ若干ここ微妙に戦力差ありますが、まあなんとかなるでしょう。あとは私が好きなショートフェイスベアですね。HP がどうしても低いんですが、まあ攻撃力も高いですし、サイズもちっちゃいので、連れていくときにね、割と使い回しがいいものとなっております。あとはアロサウルスですね。アロサウルスあんまりね、使ってる人見たことないですが、メイトブーストもあるし、あとは、なんだったっけこれ。なんかバフもあるよね。リーダー個体のバフみたいな。まあそれもあるので結構いいんじゃないかなと思っております。HP が4万で攻撃力が1000。まあこっちは3万の949と。まあただあくまで、ベース攻撃力に対してのパーセンテージなんでティラノとかよりは全然攻撃力が低いですね。まああとはケプカサイ、ステゴ、マンモスと。そして最後カワウソを添えてと。いうパーティーで挑んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは行ってみたいと思います。まあ、準備が整ったので行きましょうか。とりあえずは、これアルファですね。アルファでいいんだよね。ハードモードでいいんだよね。よし、行こう。でいいんだよな。オッケー。で、30秒後に行くんで、1匹は、まあこれ自動回復オンにして、もう一匹には、まあ騎乗する感じで行きましょう。よし、じゃあこれで、パッシブ回復を、まあ残り10秒ぐらいでオンにしましょうか。あまり早すぎるとね、もったいない。OK。有効にしたね。で、こいつに乗ると。さあ行きましょう。始まりましたね。いよいよアルファ戦。まずは抜けるところから始めて、まあ追従にしましょう。さあ、あとは戦ってくれるの待ちでいいかなと思います。まあ適当に戦ってりゃ勝てるでしょうと。まあ本当はドラゴンからやりたいんですが、まあちょっとドラゴンはまだ降りてきてないので、まあ戦えないですね。そして、なんか音バグが多いですね、ラグナロクは。で、撃てるときには撃っていきましょう。来てる時に撃ってる。ドラゴン倒してほしいね。マンティコは先に殺すというよりはドラゴンがいいんだが、先。とりあえず撃てる敵は撃っていこう。あ、間違った。危ねえ。騎乗解除しちゃった。ドラゴンを倒したいんだけど、ドラゴンがどっかに。ここか。あれ?今いなくなっちゃった。これか。お、なんか音がすごいバグるか。お、なんかすごい近づいちゃうから。なんだこれ。なんだこれ。すごいバグってるな。なんかラグナロク、ボス戦バグっちゃいますね。ドラゴンアルファ倒してほしいな。
とにかくドラゴンがダメージは、まあ、倍率で与えてくるので、まあ、真っ先に倒したい敵ですね。OK。これでドラゴン倒したので、あとはもう割と消化試合になってきたかなと思います。残りマンティコアですね。とりあえず撃てる範囲で撃っていくんだけど、ちょっとこのドラゴンの死体がスタックしちゃいますね。なかなかに邪魔くさい。で、割ともうみんな HP 減ってきてるんで、おー。まあ、回復させつつ。なんかすごいバグるね、ラグナロクのボス。いてててて。何に殴られたかもわからない。まあ、とりあえず回復入れとくか。ちょっとどこに何がいるかわかんないな。マンティコアどこにいるんやこれ。なんかバグっててマンティコアがどこにいるのかわかんないんだけど。あいた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 。マンティコア、あ、いるね、いるね。ちゃんと真ん中ら辺にいるね。ちょっとドラゴンのなんか死体が、おかしなことになっちゃったな。まあ、とりあえず回復入れながら頑張って。とはいえ、なかなかあれかな、このドラゴンの死体のせいで、おー、なんか動けねえな。あっちか、マンティコア。ちょっと待ってよ、じゃあ。あっちに行きましょう。いや、このドラゴンの死体やばい、邪魔くさいね。あ、でも、もうマンティコア、ちょっとだね。アルファ。打てる範囲で打っていきましょう。飛んじゃった。もうマジでちょっとやん。あ、オッケー。もうなんかボスバグり散らかしてるけど、まあなんとかクリアできましたね。まあこれで一応ラグナロク編、まあガンマ、ベータ、アルファと、まあ全て討伐することができました。まあ最終的に死んだ恐竜もいないんじゃないかなと思いますので、まあかなり大成功のラグナロク編だったんじゃないかなと思います。まあ死ななかった要因は何なんだろうね。結構ラグナロクとか以外のところ、センターとかアイランドとか、私アルファまでやってるんですが、まあそこに関しては死にまくっていたんですが、なぜか死ななかったですね。やっぱりこのラグナロク編、他の編とは違って、思考のサドルとか、まあ、特にサルコとか、その辺が拾えてるので、まあそこのサドル差っていうのが大きかったんじゃないかなと思います。まあ余裕だったね。ということで次回、まあラグナロク編が一旦これで終わりとなりますので、また新しいマップのアルファ戦とかを、まあ、やっていこうと思います。それでは本日は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。